ヤマト、ヨタ、ロタ、ヒューガ、オミ、コロトです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、前回の TGC に続き打ち上げてくれてますけど、ゆうたくん、2回目の TGC 出演になってましたが、どうですか？いやなんかやっぱ埼玉スーパーアリーナということで、はいはいはい、そのアーティストさんがよく言うアリーナーみたいなことじゃないですか、はいはいはい、もうバクバクしちゃって広すぎて上とかもうすごい見えてんのかな。バクバクしてたんだ。あーキャーキャー、わーすごいよ、すごいよ、盛り上がってます。あー、ありがたいね。緊張してるとは思えない落ち着きだったけどね。ねえ、すごい良かったですけどね。アリーナ席から登場した浦田様はいかがでした？浦田様、お客様を解明させていただきました。あ、そうなの？いや、してない、してないの。いや、もう本当にね、こんなにたくさんの方に見ていただいて、本当に幸せ者だなと、実感しました。すごい良かったですね。ヒューガ君はランちゃんをバーン打っちゃってましたけど。そうですね、テレビで見てたやつなんで、まあなんか、みんなにできてめちゃくちゃ嬉しかったです。その存在になってるっていうのがね。さあ、いろんな目標を達成して、うん、夢を叶えていく皆さんということですけども、うんうん、アムギーはどうですか？アムギー次にやってみたいこと。あ、次、まあ、以前出演させていただいた時にも言ったんですけど、ちょっとまだ叶えて、叶えることまだできてないので、うん、曲作りをもう一回押していきたいです。あ、そっか、そっか。曲ね、はい、以前も言ったんですけど、はい、ちょっと、そうか、登場の時の曲もね、そっか、ここで歌ったらもう一1ランク盛り上げられるもんね。そうですね、自分の曲とかで、はい、いい目標ですね。ゆうたさんは次にどんなことやってみるんですか？うん、いやなんかやっぱ毎回聞いていただけるんですけど、うん、次、TGC でってことじゃなくても、何でも叶えたい夢、この世に何を巻き起こしたいかみたいな。そのやっぱみんなで話したんですけど、うん、来年ちょっとなんかコムドットの映画とか、うわー、フジテレビの冠番組が決定しました。すごいな、コムドットって何。よろしくお願いします。ということでスペシャルステージのゲスト、コムドットの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。